はい、酒好きな俺を始めていきたいと思います。今回は、シャンパンですね。シャンパン、はい、スパークリングワインです。初めてシャンパンは買ったの初めてですね。アルコール度数が 11.5% で、750ml で、値段が確か1000円ぐらいだったかな。ですね。これはバカルディ、ジャパン株式会社のマルティーニの、これあれですね。マルティーニっていうブランドのシャンパン。まあ、マルティーニといえばなんだっけ。マティーニを使う際に使う、なんだっけ、これ。これ、まあ、残ってるね。あ、ベルモットね。ベルモットで有名なメーカーですが。で、そちらの なんていう名前ですか、これ。ちょっとわかんないんだが。あ、マルティーニ。ブリュット。ブリュットです。なんか不思議な名前だな。シャンパンってさ、開けるときってさ、パーンってさ、なったりするんでしょ？怖いんだけど。これどうやって開けるの？なんか怪しいぞ。なんかすごい。あ、これすげえな、ほら。こんなになってる。コルクですね。これどうやって開けるんだ、これ。開栓時、栓が飛び出すことがありますので、瓶の口は人や壊れやすいものへ向けないでください。だそうです。原産国がイタリア。開け方がまずわかんない。これどうやって開けんの、これ。これこうかな。こう回して。こういう、なんか、ね、こじゃれたなんかありますけど。これで、あ、すげえ。ほら、マルティーニってちゃんと書いてあるね。で、これ普通に抜けばいいのかな？これ手で抜けるもんなの？なんか、ワインオープナーみたいなの使わなくても大丈夫だよね。これ合ってんのか？もうちょっと、もうちょっと焼く。これ本当はさ、振ってさ、ポンって出すんじゃないの？気圧っていうか。炭酸の力で出すんじゃないの？これ開けるんじゃないの？こういうのって。あ、開かねえ、くっそ。全然開かねえ、くっそ。いや、もうちょっとなんだよ。もうちょっとで開く。お、すげえ。
すげえ、これ。あ、こうなってんだ。へえ、あ、ちゃんとこれコルクの、この形が、こう、結構あれなんだ。こっちがきつくなってるから、あれなんだ。で、これどうやって締めるんだ、これ。まあいいか。これ後でどうやって締めるんだろう。ちなみにこれはね、白ワインですね。白タイプの。てか、なんだ、シャンパンって白ワインとロゼしかないみたいですね。ロゼワインね。で、これ辛口って書いてあったやつ選んできたんですけど。で、とりあえずチーズと、ね、合わせていただきたいと思います。それでは乾杯。酸っぱいですね。これ白ワインだな。これはスパークリングワインだ。で、ちょっと酸っぱい。スパークリングワイン。発泡ワインまたはスパークリングワインとはワインの一種で、二酸化炭素を多く含み、回旋すると気圧が下がって二酸化炭素が気泡として立ち上がってくるもの。通常のワインにも炭酸ガスは含まれるが、溶け込んでいる量が少ないため、回旋しても発泡しない。発泡ワインには、瓶内発酵のために二酸化炭素が溶け込んでいるものと、人工的に二酸化炭素を吹き込んだ、いわゆる炭酸ワインとが存在する。日本では発泡ワインに対してシャンパンの語が使われることもあるが、本来は AOC の規定に従ったフランスのシャンパーニュ地方産の発泡ワインにのみ許された呼称である。あ、そうなんだ。へえ。じゃあこれは何なんだろう。これじゃあ、いわゆる発泡シャンパンという、あれではないのかな？厳密に。マルティにブリュッと。で、ググりますか。マルティにブリュッと。1847年に、アレッサンドロ・マルティーニがイタリアのピエモンテ州に小さなワイン工場を設立。スパークリングワインとしての評判を得るようになり、1871年には最初の輸出を開始しました。北イタリアで収穫された品質の高いブドウの実を用いた、フルボディタイプの辛口スパークリングワイン。フレッシュでフルーティーな味わいと。で、これは何なの、これ。結局、シャンパーニュ地方ではないの、これは。わからん。わからん。わからん。書いてない。マルティニブリュット。これは結構やっぱ辛口だな。やっぱ辛口って書いてあるもんね。
まあでもやっぱシャンパンっつったらさ、まあワインなわけでしょ。で、まあ甘いって、甘いワインってあんまりぶっちゃけた話よ、美味しくないですよ。個人的に。ただのジュースみたいなもやっぱそれよかな。赤玉スイートワインとかさ。あんなほとんどただのブドウジュースです。あんなもん。スパークリングワイン。イタリア。ああ、違うっぽいね。今、ググったところによると、どうやら、フランスのその他の、違う、フランスじゃない、ここイタリアだ、これ。違う、だいたいイタリアじゃねえか。原産国、シャンパーニュ地方でフランスじゃないし、イタリアだし、これ。笑った、これイタリアじゃん。フランスだよ。本場はフランスのシャンパーニュ地方ですよ。フランスパンか。俺、あんまりフランスとイタリアのね、違いがいまいちわかんない。違いっていうか、その脳内的に、こう、フランスイコールイタリアみたいな雰囲気があるから、わかんないですよね。これ、イタリアか。イタリアといえば、やっぱり、ピザか。フランスパンはパリパリって覚えたんですけど、フランスの首都はね。だからどっちもパンなんですよね、俺のイメージは。フランスとイタリアって。だから全然ね。あ、これ違うね。これいわゆる疑似シャンパンです。偽物のシャンパンです。シャンパーニュ地方以外で製造されるシャンパンと同様の製法を用いたワインをフランスではクレマンと呼ぶ。つまりこれはクレマンってことですね。多分ね。あんまりチーズと合わねえな。正直あんまりチーズと合わん。これよくこういうなんか、パーティーとかでさ、ドレスを着た貴婦人がさ、ね、飲んでますよね。シャンペンとも言われると。シャンパンの香山椒、フランスシャンパン地方原産。総じて泡が非常に細かいのが第一の特徴。なるほどね。ちなみにこの、マルティニ、ブリュットは、イタリアの多分、ピエモンテ州。北イタリア。イタリアの北の方ですね。でも度数が11度って結構高い。くもないのか。ワインだったらそんなもんか。いやー、結構あれだな。発泡ワインはなかなか腹がこう、あれになる。腹がいっぱいになってくる。てかこれどうしようかな、本当に。
これどうやってこれ、蓋閉めようかな。蓋ないんだよな。これで閉められるかな。わからん。どうしたもんかね。いや、この形状からしてちょっと無理だろ、閉めるのは。まぁ、ちょっとこう縮むけどさ。縮むけどこれ、無理だろう。物理的に多分俺の力だと確実に入らないと。まあいいや。とりあえず、コルクの、入れ方でググるか。知恵袋。ヤフー知恵袋。抜いた後、無理やり詰めようとしても絶対入りません。これ違う。作るときはどうやって線をしているのでしょう。そんなん知るかよ。知らなくてもいいわ。多分これね。コルクね。結局多分そういうのがあるんだよ。おそらく。締める用のなんかが。何かしらが。線の開け方とか書いてあるな。線を固定したまま、やっぱ手で開けるんだ、これ。多分布みたいなの使って、回してるみたいですね。ナプキンで、回してあげるっぽいね。飲み残した場合、専用のシャンパンストッパーをお使いください。みんな持ってねえ。ああ、線を回すんじゃなくて、瓶の中を、瓶を回すらしいです。持って。ああ、俺は線を開けようとしたから、瓶の方を回すらしいです。サントリーの、あれによると。あ、ワインオープナーなどの器具は絶対に使用しないでください。あ、逆にやっぱ手で開けないとダメなんだ。で、シャンパンストッパーってのは何だ？多分100均に売ってるだろ。あ、売ってる、こんなやつ。あ、こんなやつ売ってるわ。いや、てかシャンパンストッパーっていうか、これ。シャンパンストッパーでさ、ん？でもシャンパンストッパーか。炭酸抜けねえのかな、これ。でもシャンパンストッパーって俺炭酸水、あれ、持ってるけどさ、この炭酸水のさ、ボトルキーパーみたいなやつ。持ってるけど、これはほら、空気をこう、プップッ、シュッシュって、こうさ、入れるタイプのやつだから、炭酸あんまり抜けにくくなるけど、ワインストッパーってもう完全にこれ、ただの線じゃん、これ。ただの線じゃない。ほんと、ただのあれだ、線だ。ただの線だね。
あ、なんかある。バキュームワインストッパー。え、これ欲しい。普通にワインストッパーじゃなくて、ペットボトルとして使いたい。あー、ダメなのか。ワインじゃないとダメなのか。なんかこう、押してなんかね、空気を抜けるやつ。空気を抜けるんじゃなくて、あれか。あ、真空状態。あー、え？ふぅ。ワイン、ボトル内の空気が吸い出され真空状態に近づきます。はあ、はあ。これ真空にするやつなんだ。ある程度。ワインストッパー。へえ。これはアマゾンじゃねえや。楽天で売ってるわ。400円で売ってる。へえ、いいな。こういうのいいな。こういうのに使えるんじゃない？普通のこういうのとか。こういうのとかウイスキーとかさ。ウイスキーの瓶のやつに使えるんじゃない？俺余った炭酸水はこういうのに入れるんですよ。こういう瓶とか。瓶に入れて保存してるんですけど。まあ瓶じゃないとなかなかね、ペットボトルとかだと結構気が抜けるんで。うん。あと問題はあれだよな。日本酒。日本酒にもこれあれだぞ。使えるんじゃない？ボトルキーパー。ワインストッパー。これ普通にあれだな。良さそうだけど。日本酒の、これ日本酒の 1.8 リットルのやつあるからさ。それにも使えるんじゃない？やべえ、これ全然、あれだ、進まない。っていうか、普通に、酸っぱくてあんまり美味しくない。悪いけど。大体さ、なんでこれ赤ワインのやつないの？スパークリングの赤ワイン。赤ワインのスパークリングってないのかな？おかしいな。スパークリングワインで赤ワインって俺見たことないんだけど。せめてロゼぐらいにしか見たことない。白ワインとロゼしかないんだよな。ああ、やっぱないみたいだね。なんか見る限り全部赤ワインがないんですよ。なんなんだろう。だいたい俺白ワインあんま好きじゃねえんだよ。白ワイン酸っぱいから。だってドンペリだってあれだよ、白ワインだよ。ロゼにしとけばよかったか。ああ、スイートなやつ。甘いスパークリングワインか。でも、確かにこんな酸っぱいのよか甘いの方がいいはいいけど。辛口のやつはきつかったか、俺には。ちょっと酸味が強すぎるな、これな。こういうもんなんだと思うけど。白ワインでも、やっぱ甘いやつは甘いみたいですね。フランス産。フランス、ボルドー地方だ。これイタリアだろ？なんかね、今すぐ手に入る1500円以内の安くてうまいスパークリングワインベスト10という
どっかのサイトがあるんで、それを見た結果ですね。なんでも酒屋格安っていうあのネット通販ありますよね。それで、1500以内、円以内で、あるのが、ラリアンス、ドゥミセック。っていう1080円の、やつが第1位。編集部員4人中3人が1位にピックアップ。まるでデザートワインのようにスイートで華やか。だそうです。ちなみに雑誌ワイン王国で5つ星に輝いたそうです。マジで？ちょっと伸びてんだけど。高評価のフランス産スパークリングワインです。一流ソムリエのブランドテイスティングで超特選ベストバイ。雑誌ワイン王国で5つ星だって。それ1080円でしょ？こいつらお前何仕事してんの？バカじゃないの？どんな仕事してんのお前ら。あ、やや甘口だって。1080円のやつをさ、5つ星つけるっていう、その、のはどうなのそれ。ちょっとおかしいよね。ちょっとおかしいと思わないか。ザ・ベスト・バイ・ワイン。42本っていうなんか本があるんですけど、それで5つ星ついたみたいですね。うん。ちょっとこれ飲んでみようかな、今度。ラリアンス・ドゥミセック。ちょっとこれ、あれ？これは、あれ？あれ買えねえの？取扱い期間外の商品です。まさかのもう取扱い期間外。しかもこの記事、2013年12月の、今から約1年前のやつじゃないか。ふざけやがって。まあでも、スイートワインか。でも、このラリアンス・ドゥミセックちょっと飲んでみたいね。今度これ、飲んでみようか。これ今度買ってみようか、売ってたら。売ってたらね。あの超豪華客船で極上ディナーと共に供される感動のスパークリングワインがなんとなんと1680円というものすごいコストパフォーマンスを共に本日誕生しました。本当かよこれ。あ、全部完売してる。楽天市場で全部完売してるこれ。あ、でもあと19本だって。でも高くね？なんか、地味になんか値段上がってない。1680円になってるんだけど。あれ？ 1080円って、紹介されてるんだけど。なんか、一気に上がってるんだか。大丈夫これ。ぼったくりじゃないのこれ。おい、やめろよ。やめろよ。これ今度売ってたら買ってこよう。ラミアンス・ドムセ、ドゥムセック。ドゥミセック。ドゥミセック。ドゥミセック。あれ？ラミアンス・ドゥミセック。
やば。これちょっとマジで。無駄にチーズだけがうまくて。全然、減ってない。肝心のスパークリングワインのシャンパンが減ってない。やばいなぁ。これまずったなぁ。しかもこれ、ワインの線がないから、いい感ともしがたいな、これな。今日のうちに飲み切らないとこれ、参るんだけど。スパークリングストッパー、ワインストッパーはないんだけど。参ったなぁ。ワインストッパーないんだよな。ああ、酸っぱい。うん。ああ、参ったな、これは。ああ、これ絶対無理だ。これ俺のパワーだと 100% 無理な。あれだね、これ締めようとしても 100% 無理だね。この口には入らんわ。無理、諦めん。まあ、諦めた方がいい。うん。とりあえず、もうこれは、今日のうちに飲み切るっていう感覚で、ちょっとこの後生放送して、ちょっと飲み切るか。この後ちょっとニコ生やって、酒飲み放送やって、ちょっと、あれか、飲み切るしかねえか。まあ。正直、ダメだな。これは美味しくねえわ。正直なところ。酸っぱい。そもそも酸っぱい。あー、酸っぱい。酸っぱいね。うん。もうちょっとやっぱ甘い方がいいか。だいたい俺ワインってさ、赤ワイン以外さ、あんま好きじゃないんだよね。白ワインってだいたい好きじゃないんだよ。せめて飲むなら赤ワインなんです。甘みなんてないな、ほぼ。ほのかに。香り。いや、そんなないだろう。そんなに香りはないだろう。まあ、せいぜいこんなもんだろう。うん。2233ですね。うん、まあ、よく言っても、悪く言っても、まあ、所詮ただの、白ワインの辛口、酸っぱい白ワインがただ単に発泡、ね、炭酸飲料になっただけっていう、感じですね。ご視聴ありがとうございました。